FFBE 幻影戦争から新キャラが来ております。お200パワーアップってことですかね。そうなんですよ。めちゃ強いですね。めちゃくちゃ強いですね、はい。皆さんこんにちは、しろこチャンネル2にとみそしーチャンネルのみそしること石川理恵です。はい、ということで本日も始まりました FFBE やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はですね何やってかと言いますと、うん、FFBE 幻影戦争から新キャラが来ております。おー、また来ましたね。そうですね、うん、以前あのギルガメッシュさんが ね来てたと思うんですけれども、うん、今回はですね、召喚で2キャラ、はい、そして、皆さんがゲットできるボックスから召喚できるキャラクターで1キャラ追加されておりますので、はい、こちらの紹介をしていきたいと思います。それではまずはですねお知らせを見ていきましょう。見てりえちゃん。まずはですねこちら幻影戦争新コラボユニットを紹介していきましょう。ギルガメッシュも再登場しておりますが、ちょっと説明は割愛させていただきます。はい、まあ、ギルガメッシュも最近あの魔力のあの二刀流のキャラクター の今日その攻撃力を上げるのにめっちゃスパトラが優秀で、うんうんうん、最近めちゃくちゃよく見るので、ね、欲しいって方もいらっしゃったと思うので、ちょうどいいタイミングですね、うん、今回のサイドの登場は嬉しいんじゃないかなと思いますけどね。はいはい、でもねそちらは、ね、ちょっと割愛させていただきまして、うん、キドンさんとシュテルさん紹介していきましょう。はい、どちらもですね57ユニットとなっております。まずはシュテルさん。俺の剣はリオニウスを守るためにある。そうだろう兄貴。おどんな子なんですか。モントさんと、双子なんですよ。双子の弟ですね、はいはい、でシュテルさんとモントさんは、まあ、リオリスの王子様ということで、はい、あのとてもなんですかね高貴な生まれでございます。高貴な生まれでございます。タイプいやちょっとねそうですね、まあ、モントとシュテル結構性格がちょっと違うところがね、うん、あの幻影戦争やってる方ご存知だと思うんですけれども、はい、どっちかっていうと私はモントの方が好きですね。あ、なるほどね。結構人たらしな、ね、はい、感じですかね。モテる感じのね。はい、はい。さあそれではリミットバーストはフェイタルファングとなっております。トラストマスター報酬は宿命の王子、はい、アビリティですね。そしてスーパートラストマスター報酬はリオンズアーマー系鎧でございます。後ほど細かく紹介していきましょう、はい、うん。続きましてキトンさん、はい、あの方を影から支え続けるそれでいいんだ、はい、これはどの子ですか。この方はですね、まあ、リリシュさんとかと同じように、モントに使える何ですかね、ちょっと忍者というか、うん、忍びでございます、うんうん、はい、はい、キトンちゃんも結構モントさんに淡いものを抱いていたりとかするようなエピソードも幻影戦争の中にあるということで。なるほど、関わった女性みんなね。そうなんです、やっぱ魅力的なんですよモントさんはね、はいはい、すごいあのキトンさんの生まれもねちょっと、うん、あの複雑な生まれなんですけれども、すごいリオニスに忠誠を捧げているっていうキャラクターですね。ありがとうございます、はい、そしてリミットバーストはサイガ流影縛り。トラストマスター報酬はサイガの固定、うん、アクセサリーですね、はい、そしてスーパートラストマスター報酬が闇に咲く一輪の花となっております、はい、なかなか優秀な、まあね、トラストマスター、スーパートラストマスターになってますよね、はいはい、続きましてイベントでゲットできるモント主人公ですね。守る、絶対に君を守ってみせるさ。おお、よく守るって言っちゃうよく守るって言っちゃう、あなんで守って女の子に優しいというか、まあ、君もすごい優しくて、あの志高い、うん、なんか光って感じ。あそのどっちかっていうと。そしてリミットバーストはデスティニークロス。トラストマスター報酬は運命の王子アビリティですね、はい、そして、スーパートラストマスター報酬はリオンズエンブレムアクセサリーとなっております。リオン、そうなんですよ。リオネスのってことかな、どうなんだろうか。リオネスのあれかな、国旗というかエンブレムってことですか ね。リオニスの王子様だからしますね、はいはい、ではこちらなんですけれど皆さんが手に入るそうなのでちょっと説明お願いしてもいいですか。あ、はい、じゃあご紹介していきましょう、はい、こちらのモントさんなんですけども、はい、今回ボックス召喚で来ております、うん、このボックス召喚をするためのチケットなんですけれども、はい、イベントのミッションで手に入ります。おー、イベントミッション、コラボミッションっていうのが、うん、いつものミッションのところに上がっておりまして、はい、それが4月の6日までかな。ぜひぜひこちらのチケットを手に入れてください。その他にもですね、はい、武具協会イベント、はいはい、のポイントでこちらの、
チケットが手に入ります、はい、こちらは4月の5日までとなっておりますので、こちらもねいっぱい皆さんコラボブグ強化のイベントを守っていただければと思うんですけれども、はい、でこちらの今回のブグ強化コラボブグ強化ということで、はい、コラボ限定の武器に あのアビリティがつくようになってます。はい、でこちら眠りの剣なんですけれども、はい、こちらはですねボックス召喚から出てくる剣でございます。こちらはですねユニークアビリティがこの早急の刻印っていうのが、今回のコラボの武具強化イベントでつくようになってます、はい、うん、その他にもですねシュテルの紹介クエスト、そしてキトンの紹介クエストでも、オリジナルの武器が手に入ります、はい、そちらもですねコラボの武具強化イベントで、ユニークなアビリティがつけられます。シュテルはゴールドブレイド、こちらは郵送の刻印、攻撃 50%アップつけられます。そして、キトンちゃんですね、闇に咲く一輪の花、うん、はい、こちらはですねサスケの刀がゲットできまして、ユニークアビリティはサイガの刻印、攻撃魔力を 30% アップしてバーストストーンによる上昇量アップという、コラボ限定のユニークのアビリティがつけられるようになっているので、はい、ぜひぜひ皆さんも武具強化イベントを回ってみてください。はい、それではですね早速ユニットの紹介をしていきたいと思います。さあまずはですね、ボックスから召喚できるモントさんから紹介していきましょう、はい、どんなユニットかと言いますと、うん、得意属性は火と土、得意チェインはグループ2のアースレイブとなっております、はい、で役割的にはなんとですねタンク壁役となっておりまして、得意な壁は物理壁となっております、はい、まずはカバーアビリティなんですが、はい、センチネル、一旦の間自分の防御精神を 200% アップし物理魔法ダメージを 25% 軽減し、さらに一旦の間 75% の確率で味方に対する物理攻撃を代わりに受けるということで、うん、ターン数自体はとても短くなっているんですが、はい、この1個で全てが備わっているような物理壁となっております。はい、でさらに高いものがスペシャルアビリティにございます。パラディンガードですね、5ターンの、はい、5ターンに1回使用可能で3ターンの間自分の物理攻撃を 50% 軽減し、うん、さらにですね、火土属性耐性を 100% アップしてくれます、はい、でプラスですね3ターンの間 80% の確率で味方に対する物理攻撃を代わりに受けるということで、まあ、かなりね高いアビリティになっているので、はい、ぜひぜひねこちらも使っていただくといいんじゃないかなと思います、まあ、物理ダメージ 50% なの で、 そうなんです、他のダメージカット、はい、物魔ダメージカットと重複する、そうなんですよ、結構カットできそうな感じですね、結構カットできます、うん、でデバフなんですがこちらパワーブレイクとマジックブレイクなんとですね 65% の、攻撃と魔力のダウンを覚えてるので何かあった際はね、はい、使っていただくといいんじゃないかなといったところです、はい、で得意属性が火と土という話をしたんですが、こちらアースブレイドで付与して 80% ダウン、そしてファイアブレイドで火を付与して 80% ダウンも可能ですし、はい、チェインもできます、うん、でさらにですねこちらスペシャルアビリティキラーブレードで、うん、敵対に威力2400のダメージを与え、こちらもチェイングループ2ですね、2ターンの間自分に物理攻撃 1K のダメージをなんと 75% アップする効果を付与してくれます。キラ付与、はい、はい、でこちらがですね対となるもので同じようなもので、獣系のダメージをはい、75% アップする効果を付与するというアビリティになっているので、うん、ぜひぜひね殴る際は使っていただくといいんじゃないかなと思います、はい、原因戦争でも人キラー獣キラーねモントさんね、はい、覚えていくと解放できるものになっているので、うん、はい、その辺が反映されているのかなというところですね、はい、で原因戦争のね話なんですけれども、なんと投石も覚えていてすぐ投げるもん、こちら投石は、敵一体に威力10のダメージを与え3ターンの間自分の狙われやすさを 100% アップするということで、なんとこちら、はい、MP1 で発動できます。やっぱり引き付けが MP1 で 100%、うん、すぐ使える、確かにすぐ投げる投石と、なんかやっぱタクティカル RPG 投石覚えがちな感じします、ね、はい、そうなんですよね、なのでねぜひぜひそちらも合わせて使ってください、はい、そして、トラストアビリティはこちら不滅の闘志 HPMP を 20%、攻撃防御 50% アップし HP が 5% 以上の時 100% の確率で戦闘不能を耐える効果を付与してくれるので、盾役にはね欲しいアビリティですね、はい、おすすめですね、はい、そしてリミットバーストはデスティニークロスとなっております、はい、敵全体に威力3200のダメージを与え、うん、3ターンの間火土属性耐性を 100% ダウンし、さらに味方全体の火土属性耐性を 100% アップしてくれます。ぜひ、ね、こちらも挟んでいくといいんじゃないかなと思います、はい、こちらモントさんの LB は、うん、LB レベルを上げることによってこの 100% ダウンとか 100% アップっていうのが発動するので、うん、こうモントさんがっつり使いたいという方は、ね、LB もちょっと上げてあげるといいんじゃないかなってところですかね、はいはい、そしてトラストマスター報酬は運命の王子 HP を 20% アップし剣を装備すると攻撃防御が 40% アップしてくれます、はい、そしてスーパートラストマスター報酬はリオンズエンブレムアクセサリーとなっております、うん、HP200
172、攻撃23、防御摂取も23、そして掛け声が発動して、この掛け声が面白いです。お、味方全体のリミットバーストゲージを500増加するということで、お、アクティブアビリティですね。そうなんですよ、はい、でこちらね、あの誰でも発動することができるので、うん、結構お手つきになるキャラとかいると思います。確かにね、リジェネとかでね何もすることないっていうキャラいると思うんですけど、うん、そういう子にね持たせてあげるのもありなんじゃないかなと思います。こちらのモントさんのトラストマスターとスーパートラストマスターもボックス召喚からですねモグちゃんが手に入るので、はい、ぜひ皆さんねイベントを回ってモントさん、そしてトラストマスター、スーパートラストマスターもゲットしてみてください。それではどっと紹介していきましょう。攻撃準備、攻撃、すごくかっこいい、かっこいい ねドットですね、はい、うん、魔法でしょ、魔法発動、はい、魔法発動、はい、そしてリミットバースト、よいしょよいしょ、およいしょで勝利ですね。で、いいですね、かっこいいですね、瀕死、はい、敗北となっております。どうですか、原作のリミットバーストを落とし込んでんのかな、ドットに。そんな感じしますね、うん、続きましてキトンさん、こちら召喚から出る子でございまして、レベルはですね57育ちます。はい、はい、でですねこの子どんな子かと言いますと、うん、物理攻撃で二刀流の極意を覚えているのでチェインダメージが上がります、はい、で得意属性は火と土となっておりまして、得意チェイングループがなんとですねグループ1グループ2両方使えますので、名教アスリブどちらとも相性がいいです。なるほど、モントさんとも一緒に使ってあげられるようなイメージですね、はい、そうなんですよ、はい、ではね細かく紹介していきましょう。そして最近ね私がね説明するときに紹介しているのが難易度、お、使用難易度なんですが、はい、この子はですね私的には使用難易度1の子だと思ってます。お、1ということは一番簡単である。そうなんですよ、なので、はい、ゲーム戦争をきっかけに FFB を始めてくださった方にも超おすすめな子になっております。はい、では1ターン目のね動きから紹介していきましょう、はい、お願いします。まず1ターン目なんですが、うん、高速詠唱というスペシャルアビリティ、これがですね5ターンに1回使用可能で開幕使用可能です。自分のリミットバーストゲージをなんと3600増加し、うん、4ターンの間攻撃を 250% アップし、さらにですね4ターンの間自分に忍びの3連撃が使用可能になるという効果を付与してくれます。3連技、はい、そうなんです。はい、で続きましてスペシャルアビリティ滑殺自在ですね。はい、はい、こちらですね5ターンに1回使用可能で開幕使用可能です、はい、4ターンの間敵全体に非土属性耐性を 120% ダウンさせて、自分の以下のアビリティの威力をアップするということで、この無限三段真と無限三段悟空が500アップしてくれます、はい、でこの子ですね基本的にはダブルアビリティしか覚えてないんですが、うん、なんとですねトラストアビリティ、こちらの忍びの秘術で、なんとですねバトル開始時に1ターンの間忍びの3連撃使用可能になるので、こちら発動していただければ開幕にね3連撃を打って、でですねさらに先ほど紹介した高速詠唱でずっと3連撃使うことが可能です。じゃあ付与して、はい、この高速詠唱して、はい、で、滑殺自在して、滑殺自在で下げて、あとはもうバンバン投げるみたいな、はい、カトンと、はい、ドトンで火か土どちらかを付与していただくのが、開幕の動きはこれがおすすめなんじゃないかなと思います。わかりやすい、はい、でじゃあ何で攻撃するかという話なんですが、先ほど威力アップした2つのアビリティ、はい、この無限三段真と無限三段悟空ですね、はい、これを中心に戦っていきます、はい、でこちらのアビリティの紹介なんですが、敵一体に威力200プラス400プラス2600のダメージを与えるという3段階アビリティ。確かに味、はい、無限三段だからね。そうなんですよ、はい、でもう一つがですねこちら同じようなダメージでこう3段になっていて、何が違うかっていうとチェイングループが1と2で違うだけなので、はい、本当にあの相方のチェインに合わせて1と2をね使いこなすのがいいんじゃないかなと思います。うん、でなんとですねキトンさんの使い方は以上なんですよ。おー、分かりやすい。そう、開幕下げて3連使えるようにして付与して、うん、で2ターン目からこの真と悟空をねただひたすら打つんですが、うん、他に戦い方がないのかという話なんですが、なんとリミットバーストが結構規定になる場合がございます、はい、こちらサイガ流影縛り、はい、敵一体に威力6240のダメージを与え、うん、3ターンの間確率でストップ状態にし、自分に物理攻撃時悪魔人系のダメージを 100% アップする効果を付与してくれるので、かなりダメージ的にも高いリミットバーストになっていますし、うん、さらに人悪魔と戦うときはぜひねこのリミットバーストを常に打ちながら戦うのがいいんじゃないかなと思います。はい、でさらにですね二刀の極意、先ほども言いましたが覚えているので、ぜひね真と極のダメージ記載されているよりも、記載されているものよりもねかなり高いものになる
と予測されますので、そうね、こう最後に結構大きいのがドカンとくる、はい、そうなんですよ。そして3連打てるってことなので、はい、思ったよりダメージが出る、はい、はい、と思います、うん、そしてさらにですね、うつせみキトン、自分のリミットバーストゲージを600増加し、3ターンの間一部物理攻撃を3回回避する効果を付与してくれるので、うんうん、さらにですね、死ににくいようなユニットになっていますね。はい、さあ、そしてトラストマスター報酬紹介していきましょう。サイガの固定アクセサリーですね、うん、HP142、攻撃43、防御26上がってですね、さらに総区の術 20% の確率で一部物理攻撃を回避するという、おお、なかなかね、あの物理回避系のアビリティは攻撃とか防御とかが上がりづらいみたいなアクセサリー多かったりするんですよ。これは結構上がるので、はい、なんか活躍しそうな感じがしますね。そうなんですよ、最近だとね、うん、バンさんとか ね、はい、攻撃にも振ってあげるとね、そう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 、チェインのね、うん、サポートもできるようなユニット多くいるので、ぜひね使っていただくといいんじゃないかなと思います。はい、そしてスーパートラストマスター報酬闇に咲く一輪化ですね、はい、攻撃を 70%、 雷属性耐性を 60% アップし、うん、片手用武器を2つ装備すると防御の攻撃がなんと 25% アップするというモリモリな、モリモリですね、はい、スーパートラストマスター報酬となっております。はい、ではドット絵見ていきましょう。非常に強い、はい、攻撃準備、うん、攻撃すごいいいね、ドットがいいね、ね、かなり忍びの緩急がね、うん、見受けられる感じがしますね、うん、さあリミットバースト、おー強そうである、強いね、お花咲いてますね最後 ね、はい、もう一回見ときますか、うん、ちょい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 、パッと ね、 ねかっこいいですね、うん、かっこいい、そして勝利ポーズ、おー、なんと2段階に動くという、うわー、セクシー、うん、敗北、はあ、となっております。ちょっと弱ってるところが逆向きなのは新しい感じしますね、はい、はい、続きましてシュテルさん、本日最後ですね、紹介していきましょう、はい、彼は57ユニットとなっております。得意は物理攻撃で、チェイングループは1、明鏡チェインとなっております、はい、で得意属性は闇と氷で、武器は両手持ちとなっております。両手持ち、はい、そうなんです。で、なんとですね、彼は一キラー、おかなりマンイーター持っているので、後ほど紹介していきましょう。もともと幻影聖書でもかなりのアタッカーとして、そうなんですよ、はい、活躍しているキャラクターなので、はい、うん、そのようにね、落とし込まれているかと思います、はい、で私的な使用難易度なんですが、なんとこちらは 2だと思っております。キトンちゃんよりはちょっと難しい。そうなんです、なんで難しいかっていうのをね、ちょっと後ほど紹介しながらいきたいと思います、はい、それではまずは開幕1ターン目、何をするかと言いますと、うん、こちらまず捨て身ですね、起点となるアビリティの一つです。スペシャルアビリティ5ターンに1回使用可能で、開幕使用可能です、はい、1ターンの間自分の防御をなんと 15% ダウンし、4ターンの間攻撃を300アップしてくれます。さらに4ターンの間自分にトリプルアビリティが使用可能になる効果を付与してくれます、はい、でこちらなんですけれども、まあ、使用難易度2と言ってたポイントでもあるんですが、うん、自分の防御を 15% ダウンしっていう、こう自分をねこう減らしていくような HP を削ったりするアビリティを多く覚えているので、うん、他のユニットでサポートがかなり必須になってきます。なので今回この捨て身を打つ前にちゃんとね防御を下げないというアビリティ、うん、防御耐性ですね、うん、を上げてから使うのがおすすめかなと思います。幻影戦争でもね、捨て身は防御力下げて攻撃力上げたりとか、あと HP を削ってね、またあのアビリティを使うみたいなのを多く覚えているので、はい、そこがね反映されてるっていうイメージですね、うん、はい、はい、では1ターン目何をするか、もう一つですね、こちら氷遁、うん、こちらがですね、氷属性を 100% ダウンし、氷属性付与、はい、こちらがですね、アントンですね、もう一つのアビリティ、闇属性耐性を 100% ダウンし、自分の物理攻撃に闇属性を付与してくれるので開幕から使うのおすすめです、はい、で今2つ紹介したんですが、彼もですね、ダブルアビリティしか持っていませんが、うん、なんとですね、父譲りの武勇というトラストアビリティによって、うん、攻撃を 50% 毎ターンリミットバーストゲージを400増加し、はい、リミットバーストのダメージを 50% アップし、さらにですね、バトル開始時に1ターンの間、トリプル双子剣が使用可能になるので、お問題なくね、トリプルアビリティが、常に使えるようなユニットになるんじゃないかなと思います。じゃあ開幕はこれの恩恵でトリプルアビリティで、はい、SP アビリティステミと付与を使って、はい、そうですね、で、はい、攻撃していくっていうのがいいと思います。はい、で下限が 100% しかないのかといったらちょっと違いまして、スペシャルアビリティハザードブレイクですね、はい、これがですね、2ターンに1回使用可能で開幕使用不可能と、うん、おー、使えないんだ。そうなんです、はい、ただですね、めちゃめちゃ強いです。自分の HP を 10% 消費して、うん、敵1体に威力100、防御無視率 50% プラス2000
防御無視率 50% のダメージを与え、2ターンの間氷闇属性耐性を 120% ダウンさせてくれます。強い。でこのアビリティ自体も威力が高いんですが、さらに明鏡チェインで2ターンに1回使用可能なので、常にね使いながら戦うのがおすすめです。組み込んでいけるってことですね。はい、組み込んでいきます、でその他殴るアビリティなんですが、ハザードスピンとグリムリーパーという2つの名強アビリティ、こちらを中心に戦うのがおすすめです、はいはい、こちら何が違うかっていうと、威力がですねグリムリーパーが、200プラス2600、でこちらハザードスピンがですね100プラス1230でちょっと弱く見えるんですが、威力アップで補っていきます、はい、でこちら2つで戦うといった理由なんですが、まず1つ目のアビリティアップがくすぶる闘志、はい、HP MP 攻撃防御 20% アップし、物理攻撃で人系のダメージを 75% アップする、さらに以下のアビリティの攻撃威力がアップするということで、先ほど紹介したグリムリーパーとハザードスピンがなんと750そして1500上がってくれます。お、上がりますね、はい、でこちらですね、まだまだグリームリーパーの方がちょっと強いんですが、はい、とある条件でハザードスピンの方が高くなる場合がございます、はい、それがですねこちらのリオニス第二王子のパッシブアビリティです、MP 攻撃精神を 30% アップし、両手の装備品が武器1個だと武具の攻撃が 100% アップする、はい、さらに物理魔法攻撃を受けると 40% の確率でアビリティによる反撃を2回最大で行う。この反撃攻撃カウンタースラッシュにですね、なんと先ほど紹介したハザードスピンの威力が上がるアビリティがついてます、はい、こちらが敵一体に威力1800のダメージを与え、地面のリミッターバーストゲージを1000増加し、さらに4ターンの間以下のアビリティの攻撃力をそれぞれアップするということで、この時に、はい、なんとハザードスピンの方がダメージが少し上がります、なので、まあ基本的にはこのリオニス第二王子のカウンタースラッシュが発動したターンは、このハザードスピンを積極的に使うのがいいんじゃないかなといったところです。へ、リミッターバーストゲージ1000増加するのが2回発動する可能性があるって、そうなんですよ。じゃあなんか LB も回しやすそうなイメージですね。そうなんですよ、はい、でさらに LB もねかなり強くて、彼はですね LB アタッカーという一面もあるので、後ほどね紹介したいと思います、はい、でこちらのカウンター確率なんですが、追いかける兄の背中、こちらが、攻撃を 40% アップし、カウンター系のアビリティを発動確率を 40% アップするので合わせて 80% 80% だいたい発動しそう。そうなんですよ、はい、殴ってさえもらえれば発動する、といったところなので、かなりねかなりの確率で発動していくんじゃないかなと思います、はい、そして両手の装備品が武器1個だと武具の攻撃を 100% アップし、さらにですねここがポイントです、はい、HP 80% 以下になった時3ターンの間リミットバーストの効果が変化するということで、なるほど、さっきからね HP を減らしながら戦う、さっき紹介したこのハザードスピンも HP を 5% 消化したりとか、あとこのハザードブレイク強いって言ってた、2ターンに1回打つといいよって言ってたものも HP 10% 消費したりとか、かなり HP を削っていくアビリティが多いんですが、はい、そのメリットがこの追いかける背中、追いかける兄の背にあります、はい、でこの HP が 80% 以下になった時、3ターンの間なんとリミットバーストの効果が変化するので、一度でも80% 以下になってしまえば、この3ターンリミッターバーストの効果が変化するというのが乗ってくるので、はい、回復しても大丈夫です、はい、で変わる前の LB なんですが、フェイタルファング、敵一体に威力3000、防御無視率 50%、まあ、6000のダメージですね、強いね、のダメージを与えて、5ターンの間氷闇属性耐性をなんと 120% ダウンさせる、さらに5ターンの間自分にトリプルアビリティが使用可能になる効果を付与するというものでございます、はい、これが、先ほど紹介した追いかける兄のせい、 HP が 80% 以下になった時にリミットバーストが変わります、発動したターンのみ自分のリミットバーストのダメージをなんとですね 100% アップし、敵一体に威力3300、防御無視率 50% なので6600のダメージを与え、5ターンの間先ほど紹介したように氷闇属性耐性を 120% ダウンさせ、なんと5ターンの間自分にトリプル剣技が使用可能になる、トリプル、双子剣ですね、が使用可能になる効果を付与してくれます。単純に威力上がってるので、そうなんです、 80% 以下のこの追いかける兄のせいを発動させたいね、はい、そう、そうなんですよ、 LB 効果の変更を発動させたいですね。そうなんです、単純にリミットバーストが、1万超えるっていうのがね、めちゃ強いね、そう、威力が、発動したターンのみ自分のリミットバーストゲージを、バーストのダメージを 100% アップするんで、強い、本当に単純にこれが3ターン続くので、リミットバーストを打てるときはどんどん打つっていうのがね、かなりポイントかなと思います、はい、他のやつで殴ってからでもいいです、うん、多分ね、強い、はい、おすすめです、はい、
そしてキラーなんですけれども、こちらパッシブで HP アップレベル1で、HP 防御を 20% アップし物理攻撃で1系のダメージを 75% アップしてくれます。で先ほど紹介したくすぶる投手と合わせるとなんと 150% パッシブで強いついているので、はい、かなりね、まあ、木兵含め1系のね、相手には大ダメージを与えられるんじゃないかなといったユニットでございます。はい。でトラストマスター報酬は宿命の王子、攻撃を 50% アップし両手の装備品が武器1個だと武具の攻撃を 50% アップしてくれます。はい。そしてスーパートラストマスター報酬はリオンズアーマー軽鎧ですね。 HP434 攻撃38防御38上がってくれて、なんとウォールオブフィールドで、闇属性耐性を 50% アップしリミットバーストのダメージがさらに 50% 上がってくれるんですよ。はい。ということはウォールオブフィールドが、まあ、リミットバーストのダメージ 50% アップ で、うん、でパシブで 50% 持ってて、まあ、100% じゃないですか、うん、でさっき の、 そのリミットバーストが変化した後に 100% リミットバーストのダメージがアップするってことなんで、うんうん、200% アップってことですかね。そうなんですよ。めちゃ強いですね。めちゃくちゃ強いですね。はい、はい、ドット見ていきましょう。攻撃準備、攻撃ってでんこうやって攻撃するわ。シュテルでも実際に現世図でもちゃんとね、うん、持ってるから、うん、いやかっこいいね。かっこいいですね。はい。シュテルの LB もシュテルさんの LB 現世図の方の LB の動きになってるんじゃないかなってことですね。はい、はい、そして敗北です。おすごいね。うん、リオにしてお守るためにある。そうだよ兄貴。こうすごいなんだろう、寡黙というか自分に対して厳しいし、そうね、人に対しても求めるもの高そうな、うん、こう自分の世界の中に生きてる感じしますね。そうですね、うん、双子ではあるけれどもちょっとモントとサントシテルさんのちょっと性格が結構違う、ね、感じしますね。火、はい、と闇みたいなイメージですね、うん、はい。というわけで今回は FFB 現世層から、まあ、ユニットが来ておりましたので、はい、そちら紹介させていただきました。まあ、紹介させていただいた通りモントさんはですね皆さんがゲットできる、まあ、あのコラボブグ協会イベントとあとミッションで、ゲットできるチケットから、ボックス召喚でゲットできるものなのでぜひぜひ皆さんもゲットしてみてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。はい。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございまし た。公式ツイッターやっております。概要欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちら FB 公式 YouTube チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。バイバイ。バイバ